おっすおっす、黒だぞ。こんばんは、森です。今回も信長の野望編成 PK をやっていくぜ。今回は何をやるんです？今回は、武田家、上杉家に続けて大阪を拠点にしたらシリーズの第3弾だぜ。大阪を拠点にすれば天下統一できるんじゃないかってやつですね。今回はどこでやるんです？今回は要望も多かった伊達家でやってみるぞ。ちょうど以前伊達政宗を40年早く生まれさせる動画にも、東北からは厳しいって意見が多かったから、それなら中央で始めてみようってわけだな。なるほどです。伊達家の特徴としては、城の数は4つからスタートになるな。武田家と上杉家は5つスタートでしたね。そういう点では不利になるな。ただ伊達家の場合、政策の有機性を考えると、近くには火事場を持ってる城もあるのは有利に働くかと思うぜ。鉄砲のレベルを上げやすいわけですね。というわけで今回も早速やっていくぞ。ってなわけでデモプレイを開始していくぞ。一つ城が少ないだけなのに随分コンパクトに見えますね。確かにそうだな。そんな状態だからなのか、最初の行動は意外な行動だったぜ。意外な行動って何です？臨戦態勢になってそろそろ動くんかなと思ったら、なんと小遊寺城を寝返りで手に入れたんだよな。初手跳躍は確かにすごいですね。これで戦力的にはイーブンになったぜ。それでその戦力を使って高谷城を攻撃。今回は普通に松永久秀がいるぞ。ただこの攻略からしばらくやたらと周囲からの圧力を受けることになったんだよな。この頃ってどうしても城を落とそうとすると基本的に全ての城から出撃することになるので、便乗や裏取りなども起きやすいですからね。結局どこも取られることはなかったけど、バタバタと軍が移動していたぜ。ようやく落ち着いて兵力を整えた後、次に向かったのは明智家の八木城だな。ギリギリ明智家の防衛設定が間に合って攻城戦になったけど、これを突破するぞ。この威風は全然意味なかったけどな。序盤は根拠も多いので空打ちになりがちですね。ただ八木城攻めで戦力が残ったこともあって、そのまま明智家本拠の八上城にも侵攻。これを陥落して明智家を吸収したぜ。この辺りはこれまでと変わらず、小さめの大名をどんどん吸収していく形だな。ただ二つ城を持っている大名の一つだけ落として放置なんて動きも目立ったぜ。今も市議三条や二条御所に行けば吸収できる状況なんですよね。この辺りはよくわからんな。ただ進行自体は順調で、黒井城の攻略にも成功。石田家が日野城を攻略するのに合わせて伊賀上野城に進攻して、六角家を吸収。兵力がかなり多くなっていた二条御所は、しっかり複数方向から攻めて攻略し、四国方面で戦って兵力の減った三好家の、岸和田城に隙をついて仕掛けたりと、これまで以上に頭を使って進行している感じがするぜ。これで三好家もしっかり吸収したぞ。確かに勢いで攻めている感じはないですね。政策や野心の差でしょうか。なのかな。ここまではまず近くの城ってイメージだった伊達家だけど、少しずつ遠征っぽい動きも増えてきて、手始めに日野城を攻略、外交もうまく使いつつ、武田城、この隅城と西側にもしっかり拡張、もちろん内側も忘れてはいなくて、矢宮家の3つの城に同時に攻めて、一気に獲得したりもしてたぞ。なかなか堅実な動きをしている印象ですね。この辺りになってくると、周囲もそれなりに大きくなってきて、この先戦いそうな相手が見えてきたな。西は天子家が大きくなっていること。長宗我部家が中国地方に上陸していること、東は織田家が北陸にも伸びているのが気になるポイントでしょうか。だな、これまでの流れだとここから織田家戦って感じがするぜ。予想通りというべきか、次に向かったのは織田家方面だったぜ。複数の城にまとめて進行する流れだな。織田家との戦いは毎回こうなりますね。どうしても一番最初にぶつかる大きめの勢力になるよな。ただこの進行は、そこまでうまくはまらなくて、結局朽ち来た二条を陥落させただけになっちまったぜ。織田家との衝突が小休止に入ると、寝返っていた鈴木家の高取城に進行。これを奪還すると、そのままの勢いで西下城、新宮城まで陥落させたぜ。鈴木家の吸収は結構大きそうだな。鉄砲が強くなりますね。でこの新宮城攻略戦の間に、なんか西に大きく拡大してたぜ。一気に行きましたね。確認してみたら伊達家は榊原家を従属させていたみたいで、それをこのタイミングで吸収してたぜ。今回は外交をうまく併用している感じがしますね。これで西と南に不安がなくなったからか、第二次織田家侵攻を開始。この侵攻は今回もラッシュになって、1628年11月頃に始まり、1632年7月までかけて岩槻城まで陥落させるぜ。なんか不思議な形ですね。おいらも不思議だったんだよな。てっきりとりあえず伸びてきていた上杉家に邪魔されないように塞ぎに行ったのかと思ったんだけど、西に2度ほど戦力を送った後、向かったのは鬼門の山間部を抑える上杉家の方面だったぜ。今回は武田家ではなくて上杉家なんですね。この世界線の武田家、珍しく苦戦してるんだよな。武田家の周囲はいじってないんだけど、話を上杉家進行に戻すと、桜ボラ城は意外とすんなり取れたんだけど、トラップのようになったのが海陸も城だな。ここ南北の2ルートしかない上に、南からは2部隊しか入れないのに、北からは4部隊来るんだよ。おかげでここでかなりの足止めを食らうことになったな。海陸も城トラップですね。ただ前回と違ったのは、海陸も城を落とすことができたってことだな。まあこの城だけで1年半もかかってるんだけど、で途中から援軍が来なくなったなと思ったら、明確な理由があったぜ。黄色の旗印の大名が上杉家を攻めてますね。
随分と勢力を拡大してますが、この黄色いのはどこですっけ？これは豊臣家だぜ。まさかの。豊臣家もスタートは4畳だから、今回綺麗に伊達家と入れ替えたんだけど、なんかすごい拡大してるぜ。東北から来て、関東平野の大部分を制し、信濃にまで進出してるんですね。これ完全に伊達政宗にやらせたいムーブじゃないですか。まさにそんな感じだぜ。ただこの伊勢独眼竜にも、伊達家は果敢に攻めていき、木曽福島城を奪取、そこから大侵攻して、山間部を食い破っていったぜ。これはすごいですね。織田家や徳川家は放置になってますが、それが功を奏した形でしょうか。豊臣家としてもこの辺りは獲得したばかりだし、あまり内政も進んでなかったんじゃないかな。山間部で豊臣家と争う中、抜け目がないのが伊達家だったな。豊臣家から元の領地を追われて、能登半島に生存していた上杉家を強襲、二度の攻城戦を制して、本拠の七尾城では威風を吹かせ。これで松並城も確保、上杉家を吸収したぞ。これは大きそうですね。この調子で織田家や徳川家も吸収してほしいんですが。おいらもそう思ったんだけどな。残念ながら山間部で豊臣家とぶつかり続けることになるぞ。この辺りはかなり豊臣家も抵抗してきて、取って取られての繰り返しになってたな。山間部はどうしても道が細かったり、繋がってる道が限られてるから、取りやすいけど守りにくい城とか、取りにくいけど守りやすい城みたいなのが、お互いにあるように感じたな。ふむふむ。しばらく落ち着いたら、次に始まったのが小大名の分割合戦だったぜ。まずは西で、島津に引き潰された長宗我部の吸収に動いたぞ。この世界線も島津が西日本の覇者ですか。なんだかんだ島津も強いからな。ただこの長宗我部分割は、本拠を攻める島津が圧倒的に有利で、結局長宗我部家は取られちまったな。第2ラウンドの徳川分割こそ、制したものの、第3ラウンドの織田家分割では、最後に残ったのが島城に、伊勢の方から回り込んだ豊臣家が先に取り付くことになり、織田家は豊臣家に吸収される形になったぜ。山間部突破のためとはいえ、その代償は大きいですね。ただこれで開始から30年で、残ってるのは、西日本の島津、中央の伊達、そして東日本の豊臣家だけになったな。豊臣家に従属してる勢力がいくつかは残ってるけど、ここまで早くまとまったのは初めてかもですね。そうなると当然伊達家としては、二正面作戦を強いられることになるぞ。これは良くない流れですね。大阪スタートである以上宿命な気もしますが。ただ勇敢なのが、この状況でも基本的には伊達家から動くパターンが多かったってことだな。ほう。前から続いてる山間部での戦いを突破するべく、なんとか抜けようと軍を送り続けるぜ。ただ当然それは、西から島津の侵攻を許す形にもなる。だからとりあえずは西は守ってるって感じな動きだったな。おかげでカメラを寄ることもできないぜ。これでもギリギリ両方の戦線が映るくらいですね。これ以上は引けないんだよ。この伊達家の戦略自体は間違ってないんだろうが、そこは島津家、何個かの城は落とされてたぞ。なんとか持ちこたえてほしいですね。それからしばらくして、山間部が押され気味になると、伊達家は作戦を変更、分割合戦でえぐられるように入っている、東海地方の豊臣家の城を攻めるぞ。むしろこっちを先に押さえるべきな気がしますけどね。まあこっちも豊臣家に食い込んでいたし、どっちを優先するかは難しいところだな。もともと東海地方の豊臣家の城は、枝のように伸ばして獲得した城だから、援軍も遠く、伊達家は山間部でも動き続けることで、東海地方の方に援軍を送らせなかったな。これで菊間城あたりまで確保すると、再び山間部攻めを敢行、一進一退を続けてたんだけど、状況が動いたのは1670年間近になってだぜ。20年近く山間部で衝突してたんですね。ほんと毎回よくやるぜ。正直きっかけはよくわからなかったんだが、伊達家が豊臣家の防衛を突破、北関東と越後の方に侵入を果たすぞ。で一度侵入するとまるで津波のようにどんどん入り込んでいって、北陸方面を脱。2年が経過する頃には、東北にも足を踏み入れるぜ。一体何があったんでしょうか。なんだろうな。少し前から島津とは睨み合いになってるのと、東海地方や能登半島の方の内政が進んで、より近くの城から多くの軍を出せるようになった、とかかな。完全に予想でしかないけど。確かにそのあたりが有力ですかね。時間はそれなりにかかったけど、そのまま東北を抜けて徳山間まで到達すると、関東平野に残った豊臣家に侵攻していくぞ。もう1692年ですか。確かに結構な時間がかかりましたね。突破して兵力が削れていくとはいえ、豊臣家の本拠は東北だったわけだし、育ってる城も多かったんだろうな。対してこっちはどうしても大遠征だし、ただやはり関東平野に来ると侵攻も加速していくぞ。今回改めて思ったけど、平野部は道が多いから侵攻がかなり楽なんだよな。相手も防衛に来やすいけど、一度突破するとあとは早いぜ。分散する分かっこ撃破になりやすいイメージはありますね。だな、兵糧の問題はあるから侵攻は何度かに分けつつも、4年で房総半島まで追い込んで、ここで最後の侵攻を開始。さすがにここまで来たら抵抗も何もありませんね。この攻城戦を制して、50年以上戦ってた豊臣家との戦いに終止符を打ったぜ。言われてみるとそんなに戦ってたんですね。豊臣家から最初に取った、木曽福島城を取ったのが1637年のことだったからな。長い戦いでした。
そんなわけでまだ3年くらいプレイ期間は残ってるけど、ここから島津を滅ぼすところまではいかないだろうから、今回のプレイはここまでにしたぜ。なんだかんだで惜しいところまで行きましたね。だけだけほどではないですが、かなりの記録になったのではないでしょうか。そうだな。ただオイラとしてはちょっと驚きだったぜ。まさか豊臣家がここまで拡張してくるなんてな。ある意味でこの大阪シリーズの一番の被害者ですからね。これまでは移動した先で割と早期に滅亡してたし、今回は東北だからある程度は拡張するとは思ったけど、武田家とか北条家が止めるだろうって思ってたんだよな。まあ今回の世界戦、そもそも武田家が拡張できてなかった影響もありそうだけど、この辺はちゃんとプレイの度に触れ幅があって良いんじゃないですか。毎回同じところが大きくなっても面白くないですし。まあそれはそうだな。それはそれとして伊達家としてはどうです？かなり強かったと思うぜ。戦闘面で押されてるなって印象は全然なくて、城が取られる時は大抵援軍が間に合ってない時とかだったからな。戦いさえすれば相当に強いんじゃないかと思うぞ。できればそれなりの規模の武田家とぶつかってるのが見たかったけどな。確かにそれはそうかもしれないですね。まあいつか正面衝突する日も来るだろ。というわけで今回はここまでにするぜ。このチャンネルではストラテジーゲームを盛り上げるためにいろいろな動画を投稿しているぞ。よければチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくな。他にやってほしい大名家があればぜひ教えてください。ご視聴ありがとうございました。よければこの動画も見てってくれよな。